皆さんこんにちは、原田武雄です。今回は今日の一言ということでございまして、いろいろ身の回りに起きている出来事の中からですね、皆様方アントレプレーナーの皆様方にとって気づきをもたらすような出来事について、私原田武雄なりにですね、考えたことをお話ができればというふうに考えております。5分ほどでありますので、ぜひともお付き合いいただきたいんですけども、これですね、やっぱり我が国経済はとにかくインバウンドだっていうことで、わーっとですね、外国人観光客、中国人とかあるいは韓国人とかいろんな国々からわってやってきてですね、賑わってたわけですよ。ちょうど今私は実はこれは福岡で収録してるんですけど、福岡にもボンボンホテルが建っちゃってですね、だけど今もガランドなわけですよ。もう1割ぐらいの総業率になってます。なぜかというと来ないからですね、新型コロナウイルスで。で、私はやっぱりこれで非常に思いますのはね、まあこれから先、6月の終わりか7月の頭ぐらいにですね、全世界的に国境を開くという動きになっています。で、飛行機を飛ばしてですね、まあ我が国の場合には、タイとベトナムとオーストラリアとニュージーランドからは、ビジネスという名目で、でもビジネスじゃなくてみんな観光に来ると思いますけどね、まあ客を受け入れようという形で交渉を開始しているなんて形で、今ですね、リークの報道が出てます。だけども、これでね、皆さんと、あ、じゃあインバウンド戻ってくるのよかったな、なんてことを考えちゃいけないわけですよ。ピンチはチャンスでありましてですね、やっぱり今までの、まあなんかインバウンドでよくわかんないけど、まあどうぞどうぞみたいなんですね、もう一世一代でもう俺も日本に来ることもないかもしれないからみたいな感じの、ね、中国の農民の人たちからですね、まあある意味恵んでもらったわけですよ。何の価値もわからない方々から。でもそんなことやりたいですか、皆さん。だからね、これがね、やっぱりピンチをチャンスに変える、やっぱり皆様方のバリューチェーンって言いますけども、一番最初ですね、こういうふうに作っていく。このですね、こう作っていくところのビジネスもですね、やっぱどっかには落とし穴があったから、だから皆様方ですね、ひょっとしたらうまくいってないかもしれないんですよ。インバウンドが悪いってことじゃないんですよ。インバウンド悪いわけじゃなくて、私も最近アメリカから本買いましたんで、別にアメリカから普通に来ましたんで、非常にオリジナル出版のやつで、ちゃんと今ビジネスもですね、そのペーパーの中で普通にできるんですよ。だけどなぜできないかって言ったら、そこに落とし穴があったんですよ。楽勝だってやっちゃったっていうのがあるんですよね。だからまあぜひですね、私は思うのは、インバウンドだって言ったら、インバウンドだってその国がね、国が国境を開くかどうかによって皆様方の売り上げ大いに変わっちゃうでしょ。ってことは結局ですね、この水源地を握ってないんですよ。水源地を握ってない部分をどうやって水源地を少しでも握るようにするかっていう努力を、このですね、観光客たちが来る前にすべきだと思います。そうじゃなければですね、皆様方もう一回、これパンデミックこれで終わりじゃなくて、私の本業の方の研究所ではですね、もう一回来ますから、このパンデミックは。でもその時に、皆様方あーってならないように、もう今度のパンデミックは大変なことになりますね。今言ってるセカンドウェーブじゃありません。全然違う、1兆円系のものが来ると我々考えてるんですけども、そうなった時にですね、皆様方あーってなっちゃわないようにするためには、どうしたらいいのかというと、水源地を握る。要するにですね、まあこれバリューチェーンだったらば、川上をですね、とにかく垂直統合でバーンと取っちゃうっていうところをやらないと、絶対にダメです。はい。だからこの分ですね、なんか仕入れてこんなたくさんで、実際に私、100円の原材料だって実際10円なんじゃ、いや、ただなんじゃないのってものは、たくさんあるんですよ。はい。ということでですね、ぜひともその点をご留意いただければと思うんですね。お前なんでそんな偉そうなこと言ってんだと思うかもしれませんけども、私はですね、ぜひ、こういう形でですね、まあ、江戸時代、確かにですね、溝の叩くにとかいろんな有名なですね、家老とかいて、幕府の将軍とかいろいろいましたよ。天皇陛下も降格天皇とかいろいろ有名な人いましたよ。でもね、江戸が太平だったのは、農本主義でですね、農業が基本ですから、米が基本なんで、その米をどうやって作れるのかということを地道に全国で指導に歩いたですね、二宮尊徳のような人がいたからなんですよ。私はぜひそれになりたいと思ってます。それは何かと、ここから先ね、要するに、令和の二宮尊徳を目指したいと思ってるんですよ。それは何かって言ったら、皆様方のように、個人事業主、それから、アントレプレナー、企業者の方々がですね、少しでも前に進んで、少しでも安定的に、かつ、少しでも稼げるビジネスをやることによって、それによって全体の国力が上がってくるわけですよ。大企業はなんかどうのこうのなんか電通さんがどうのこうで最近も騒がれてますけど、あんな時代はもう終わりです。そうじゃなくてですね、二宮尊徳がちゃんとこうやってね、ここでこうやって耕して、こうやって種植えてて、ここの部分がすごく重要なんですよ。でもそれは、残念ながら、はっきり言って本気でやられてない。もちろんいろんななんとか診断士もいらっしゃるけど、じゃあ彼らがビジネスやってんのか、すいません、やってないと思います。私自身は自分自身がゼロからの出発でやりましたので、そういう、こういう形でですね、だから今のインバウンドの話あってもですね、インバウンドだからまた戻ってくるぜ、そんなことはないです。そうじゃなくて、ぜひですね、バリューチェーンの中で水源地を目指せ。これ農業と同じですよね。はい。ということでですね、まあ今日はちょっと今日の一言と言いながら、私自身の令和の二宮尊徳を目指すぞ発言に、宣言になりましたけども、はい。ということでですね、私、新しいメールマージンを出しております。ここで、こちらにですね、ご案内出てると思いますけども、私の名前、原田武雄、
アントレプレナーシップ、原田明夫アントレプレナーシップで検索していただくと、私の新しいメールマガジン、原田明夫の実力、ゼロからの起業のすべてですね、もうたくさんの皆様で、今、この段階で150名以上の皆様方が、ご登録いただいています。登録初月は無料でご覧になります。ぜひともですね、こちらの方ご登録いただいてですね、はい、この辺出てると思いますけれども、はい、ぜひですね、一人でも多くの皆様方が、このですね、新しい農本主義、新しい農本主義ってのは何かというと、新しい金融資本主義じゃない、その資本主義の中において、私たちがですね、一人一人がアントレプレナーになっていくという、このビジョンのもとにぜひですね、集結していただいて、我が国ですね、日本、それから世界を立て直していくの、その際にですね、大きな力を発揮していただければというふうに考えております。はい、ということですね、令和の二宮尊徳を目指すという発言しちゃいましたんで、頑張っていきたいと思いますんで、ぜひこちらのメールマガジンよろしくお願いいたします。ということで、また次回もですね、こちらの、今日の一言でまたお会いできればと思います。以上、原田拓也でした。